まあほぼ毎日打ってますけど、打たない日はありますね。そういう日はまあトレーニングしたりとかでもするんですけど、まあトレーニングって言ってもランニングとかストレッチとか、そういう僕の場合は柔軟性を上げるトレーニングをしてるんで、やっぱり結構ゴルフって柔軟性大事で、肩のやっぱ先言ったように周りが浅いのはやっぱり肩甲骨の柔らかさとかそういうのが結構関係してるんで、ゴルフ上手くなるためにはストレッチした方がいいと思います。僕まだ22ですけど、20歳超えてから体変わりました。結構10代の時はなんかパチッとこう思い切り振っていってましたけど、なんかそのキレっていうか、そういうのがもうちょっとなくなったりとか、そういうのを感じてる時あります、ね。